東山に入学したきっかけは、まあいろんなチーム高校どこ行こうか迷ってたんですけど、まず自分が主力で出れるチームに行きたいなと思って、で練習参加は1回もしたことがなかったんですけど、もう怪我もあってどこも練習参加できずに、オファーが来てるチームから東山を選びました。まあ人工芝っていうのと、あとは大阪だと自分の中では強いチームがいっぱいいるなと思って、選手権に全国大会出たいなと思ってたんで、まあ京都だったらいけるかなと思ったんで東山にしました。まあ何が楽しかったというか、まあ学校にいるのがほんまに楽しくて、毎日笑ってたなっていうのが、まあ印象はあります。友達と喋るのがすごい楽しくて、まあ行事事とかもあったんですけど、そいつらといるのが一番楽しかったですね。そうですね、男の子ばっかりなんで、すごいいろんな話も聞けるし、何も気にせずに授業中とかもそういうこと喋ってよかったんで、すごい共学とかよりも、まあすごい親身にいろいろと喋れたかなと思います。高2の文化祭のお笑いをやったことが一番苦しかったし楽しかったです。クラス全員でそういうことできひんキャラのやつとかもいてるけど、全員がコンビ組ん で文化祭女の子がいっぱいいる中で漫才をしたのがすごいしんどかったけど楽しかったです。まあとりあえず3年間とりあえず後悔しか残ってないんですけど、高1で選手権の決勝で最後の最後で自分が外して負けたっていうのはすごい覚えてます。本当に自分たちの代は東山で一番これまでで一番期待されてた代だと思ったんで、すごい、まあ全国的にも優勝しているようなチームとかにも勝ったりしましたし、まあ力はあったんですけど、そうやって全国の舞台に立てなかったのが本当に、残念だったなと思います。すごいほんまにザ・高校サッカーだなっていう感じがして、まあほんまにいろんなことをみんなが思いながらもチームのためにみんな尽くしてくれてて、ほんまいいチームやったなとは思います。まあ個人的には別にそんなに、まあしんどい時期はありましたけど、そこまですごい苦しかったってことはないですけど、やっぱ継続することはやっていこうと思って朝練はやりましたし、自分で決めたことはとりあえずやろうと思ってやってたんで、でそういう中でやっぱ朝練とか、自分兵庫から通ってたんで5時起きで5時半の電車とかだったんで、でそういうところで妥協ろうと思う時もあったんですけど、それよりもやっぱ学校に行ったら、僕 A チームでキャプテンだったんですけど、一番下のカテゴリーでやってるようなやつが毎日欠かさず朝練とかやってて、そういうやつら見てたらやっぱこんなところで休んでられへんって思うようになったし、すごいいい刺激を受けました。小学校、中学校、高校といろんな監督に出会ってきましたけど、その時その時にほんま自分に必要な人たちと巡り合えてると思うんで、すごい今回福重先生と会った時もすごい人としてほんまに成長できたなっていうのは自分でも思います。まあ今の時代やっぱ普通に挨拶とか、やっぱそれが当たり前だけど、それをできる人もやっぱ少ないと思うし、まあ礼儀だったりとか、そういうまあ報告とか相談とか連絡とか、そういうことは本当に高校ですごい言われてたんで、それはまあプロになってもそういうことはある程度できてるかなと思います。まあ近い目標で言ったら、日本代表でオリンピックとかが4つ上とかでありますけど、そこはもちろん目指しながらやりたいですけど、まずはチームで試合にスタートとして、自分が主軸としてチームで出るっていうのが目標で、そこさえ出とけば確実にオリンピックとかは選ばれると思うんで、まずはチームでしっかり自分が軸となって出れるようにやっていきたいです。まず東山は進学校なんで男子校ですけど、大学にもすごいいろんな幅があって、
自分に合ったところに行けると思うし、サッカーも全国を狙える位置にいるし、全国に行けば優勝を狙えるようなチームなんで、来て損は絶対することないと思うし、人としても確実に成長できる場所だと思うんで、ぜひ入ってきてほしいと思いますし、でもやるからにはほんまに全力で3年間やり続けれるって人に入ってきてほしいなと思います。